こんにちは、歌尾です。以前やった東京メトロの続きです。東京を走っている地下鉄といえば東京メトロがありますよね。しかし東京メトロは全区間が地下ではないんです。なんと東京メトロの運行区間で地上を走るところがあるんです。今回は地上に出ている区間に行って地上を走る地下鉄を見ていきたいと思います。地下鉄が地上を走る理由を軽くまとめると、地形が平地ではないためどうしても地上に出る部分がある、建設費用が地下よりも安いこと、そして最後に外部の鉄道会社との直通連絡のためだと私は考えています。以上のことを踏まえてこれから流す動画を見ていただきたいです。まずは銀座線です。銀座線は渋谷駅と渋谷駅付近が地上に出ています。また上野付近にある車庫のところも地上に出ています。で、撮影した渋谷駅はホームが移動して駅全体が新しくなりました。なので銀座線を撮影していきたいと思います。1回だけ超広角で銀座線渋谷駅を撮影してみました。見てわかる通り開放的な駅の作りになっていると分かります。こちらは懐かしい映像ですね。ホーム移設前の渋谷駅です。でこの時2面2線で片方しか浅草方面にしか行けませんでした。今はこの光景はもう見られません。次に丸ノ内線四ツ谷駅で撮った映像です。丸ノ内線は四ツ谷駅、後楽園駅、両ヶ谷駅、神田川のところが地上に出ています。ここでもいくつか撮影したので見ていきたいと思います。ちなみにこの映像を撮影した日にちょうど丸ノ内線の試運転が走っていました。今は営業しているか分かりませんが見れてラッキーだったと思います。続いて日比谷線の北千住駅で撮影した映像です。日比谷線は中目黒駅と南千住駅、北千住駅付近が地上に出ています。また東武スカイツリーラインとの境界駅にもなっています。また北千住駅は留置線があり、
このように折り返し列車がゆっくり入線してくるところを見ることができます。続いて東西線中野駅で撮影した映像です。東西線は中野駅付近と南砂町駅から西船橋駅までの区間が地上になっています。中野駅は中央線各駅停車と連絡しています。なのでこのように総武線三鷹駅に向けて直通することもあります。東西線の反対の終着駅、西船橋駅でも総武線や東洋高速鉄道と乗り換え直通をしています。次に有楽町線新木場駅での映像ですが、有楽町線と副都心線をまとめていると、有楽町線は新木場駅付近と赤星駅付近、副都心線は赤星駅付近が地上に出ています。始発の西武池袋線直通各駅停車石神井公園行きが10両編成で参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。ホームドアから手や顔を出して、何かかるのはご覧ください。 The local train bound for 石神井公園 is arriving at track 2. Please wait behind the yellow warning lights.続いて千代田線の紹介に参りたいのですが、動画を用意していないので写真だけで案内したいと思います。千代田線は写真にある北綾瀬駅から綾瀬駅付近までと代々木上原駅が地上に出ています。北綾瀬駅は規模がでかくなりましたね。また綾瀬駅は常磐線と代々木上原駅は小田急線と接続しているので、地上に出る必要があるわけです。ここまで7路線が地上を走る区間はあることを確認してきました。9路線中ほとんどが地上を走っています。では残りの半蔵門線と南北線は完全な地下鉄と言えるのかということですけれども、確かに東京メトロの中ではそう言えるかもしれませんね。ですがですが、南北線と半蔵門線の車両は地上を走らないことは現実にはないんですね。これからその証明するものを見せましょう。はい、こちらは北千住駅付近で撮影したものです。なんと半蔵門線が地上を走っています。東武スカイツリーラインと田園都市線で地上区間があるため、このように地上を走れるわけなんですね。また南北線は
この浦和美園駅で撮影したんですけれども、浦和美園駅や東急目黒線のように地上に出る区間があるため地上で走れるんです。以上、東京地上鉄というものをまとめてみました。これを見て面白いと思っていただければ嬉しいです。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。